ましょう。前半30分のシーン、ここから駆け上がる、上げる、このヘッド、先制のシーンです。前半の35分、サイド切り込んで抜けてくる、ボールを上げ、このヘディング、シュートが当たりこぼれたボール、ディフェンスに穴が開いた瞬間でした。切り返しから上げる、ここです。もったいないという大きな声、サポーターから聞こえてきたシーンです。うまくコントロールして、そしてシュート、ギリギリ前とさせます。まだまだハイライトをお届けします。二人がかりで行っても止めることができない、冷静なシュート。前後半通じたハイライトをご覧に入れます。このボール、パスの選択、当然こういうシーン数多く見られることになります。このボール、このパス、防戦一方という図式、先制のシーンです。前半14分、上がっていく、上げたところ、ヘディング、これは絶対に取れないところ、サイド切り込んで悔しいシーンです。狙いますが、ちょっとジャストミートしなかったか。枠は捉えています。